ヒーローパークもな、どうせ強すぎるとめんどくさくなるもん。これ長身のなんか何これ、長身のなんか全員だったら俺追ってる暇なんかなくねえか、まず長身だったような、わかんないよ。しかもここって一番意味ねえじゃん。だからあんま追ってこねえのか。波ゼロなとこだよ、以前。でもね、プレイングだとしたらあれになってるはずなんだよ。ってなるのかね。まあ、ここ触んないよ、浮かずに。確かめるよ、まず。え？違うんだ。ラッパ？また？なるんだろうね。だってあれなってないもん。なんかのトホキラーなんだよ。だからハムとかじゃないんだろうね。手だけはあったから。男性かもね。もちろんハントレスとかトリスタとかではない。タタコでもない。まあ、あと箱ある系じゃないよね。シンジュラとか。やっぱりそうだよね。やっぱりそうだよね。うん。うん。コウメでもなんとなく。やらかした。これ使ってんのかよ、ワロータ。もうこんなブームか。ここで倒れたよ。ここで倒れたよ。ああ、あそこらへんなんだ。あそこか。なんであそこ行ったの。放置しとけばね、疫病感染しちゃうからね。あ、露骨なやつは露骨に、もうキャンパーもいるけど基本的にこうやっとけばいいだけだから。私はもう
か上は肝心の誰もやってねえけど、いや無理だろうよ。メグナに行かれたらもうチーム崩壊するわ、もう。で、おい、マッシンが、いや、漏れるかよ。絶対来るな！あれ使ってるのだわ。タク的に何してんのや、今だったらいい、今だったらいいけど、これ使うかどうにかした方がいいだろう。ほらな、だからダメなんだよ。配信者が進めてることがね、体現できてない。上手いやつがやるプレイをね、普通のやつがやってチーム崩壊するっていう。一人リーチ、一人もう発電機マシーンみたいなやついるじゃん。場所が分かんねえ。自分に合ったやり方をやるしかない。配信じゃない、その、みんなが見てる配信には正しいとは限らない。実践に即してねえんだ。何してんだろう。何やってんだろう。で、邪魔でしかないって。ここで使う、遠いところに。ここが離れたところに。うわ、それ持ってんの、フーリーちゃん。解除をしないと3箇所がめんどくさい。だからさあ、あれのことばっかり気にして解除しないやつって害悪なんだわ。三つならむしろさっさと解除して全域で使えるようにしたらいいじゃん。またフラットにして。黒いのが使われるからアーダーコーダー言ってるうちにチーム崩壊につながるんだろう。全域で使えねえからこうなってんのか知ってるか？解除してくれないんだよ。害悪プレイなんだよ。だから解除したい人が困ってんだよ。
全域でお前らのせいなんだよ。発電機回すしか頭になくて、これを解除して全域広げて、誰もができる体制取ってくれねえで意地張って解除しないっていう悪質プレイなんだよ。俺の方が正しい。これをやらなきゃ偏りが出る。や、少ねえ時には必死でやれ。これ直せ一旦体制整えて。絶対俺は正しいからな、真っ当だからな、俺が 200%。 あと頭使ったら少しは。またですかっていう。はあ、こういうのがヒロちゃんの頭脳プレイ。縦に分かれてやんの。解除しねえから自由なとこでできねえの。場所に偏りがあれば縦横無尽に動かなきゃいけなくなんの。一度フラットに戻すの。黒いの使われるとか使われねえじゃなくて。黒いのを使われようが使われまいが、チームのためにやるの。本当にこいつらのやってるプレイってのは、あの自己中にも程がある悪質プレイだと思うよ。で救助来れないでしょ、確定で。意味ねえじゃん、そんなプレイして。何してんだろうって思うもん。確定で救助来れねえじゃん、これ絶対に取れるわけねえじゃん。常に直して、常に直して、俺みたいにやるのが正しい方法だよ。それを解除してねえから偏りが出て、直すところの位置が違ってたりするんだわ。で結局来れないでしょ、この状態だと。ワンパンだから。だから別に来れないんだったら抜けてくんねえかな、もうよ。どっちかにしてもう。嘘でしょ、夢見てんの俺。抜けられるでしょ、もうこうなったら。脱出したやつが偉いんだよ。チームを救ったのが俺。脱出をしたからだ。脱出こそが全て。何のためにやる？脱出するためだろ。脱出しないためにやるの？うん、じゃあ嵐だねえかって話だろ。よし。プレイング戦はね、ちょっとだけ間違ってることがあるわ。数少なくなったら常に解除して、黒ゲロ使われようが関係ねえから、とりあえず。全員が、そのプレイスタイルとは限んないから。あと、回せねえから、いつも。せめて解除してくんね、少なくなってから。少なくなってもずーっと永遠に解除しないで意地張るやつって、俺はね、ダメだと思うよ。おかげで、円滑に行かないの。近くにあれば近くで俺やるの。近くで。でも、遠くに行かなきゃいけなくて、そこのところあたりの発電機ありましたって無理に決まってんだろうっていう。直さないといけない。チームで一丸となって3台以下になったらもう、直せって話だよ。全部、もう一回フラットな状況、どこにでもある状況を作んないと。
あれだわ。あ、ね、危ね。